N 県戸ヶ塚市にあるレジャーホテル、ホテルイザナミ。見るからにお城のようなこの建物は、営業当時、大人だけが足を踏み入れることの許された秘密の花園だった。かつては向かいにある遊園地、戸ヶ塚ファンタジーランドの意を借りて大いに賑わったホテルだったが、他県にできた大型テーマパークの煽りや立地の不便さなどで、戸ヶ塚ファンタジーランド自体の訴求力が失われるとともに、このホテルイザナミもその輝きを失っていった。オーナーたちの努力も惜しく、次々と人々から忘れ去られたホテル。借金を苦にしたオーナーは、一人娘を道連れに無理心中、ホテルは営業停止、取り壊しになるはずだった。しかしこのホテルに足を踏み入れた解体業者には、なぜか必ず不幸が訪れた。交通事故に遭ったもの、夜な夜な誰かに襲われたもの、精神を病み病床に伏せたもの、その結果このホテルイザナミは現在もまだその姿をこの世に残している。一説によれば、今もオーナーの霊がホテルをさまよっており、立ち入ろうとする者を呪い、そして殺してしまうらしい。このホテルの噂の一つにある3階の部屋に現れる幽霊とは、もしかしてこのオーナーだったりしないだろうか。そして今日、我々はその噂を証明するために廃墟となったホテルへと足を踏み入れた。この動画を見ている方にお断りしておきたい。もしあなたの身に何が起こっても、我々は一切の保証をしない。もしかするとこの動画を再生しているあなたの後ろに、今もほーら、誰かの足音が。ダメだ、笑っちゃった。ということで、みんな、こんなな、ナナチャンネルのナナだよ。あたしのナレーションどうだったかな。みんな怖くなっちゃった？ああ、怖かったからってチャンネル解除しないでね。ナナ一人は寂しいよ。なんてね。さてさて、改めて今日は、私たちの地元で心霊スポットとして名高い廃墟、ホテルイザナミに来ていまーす。地元では割と有名なんだけど、ここについての噂は本当に怖いものばかり。夜な夜な3階の部屋から白い幽霊が手を振ってるとか、その部屋に飾られてる人形が動き出すとか、電気も通ってないはずなのに蛍光灯がチカチカ点灯するとか。他にも、ここを訪れた人は数日以内に不幸な事故に遭うとかとか。上げ始めたらそれこそキリがないんだけど、とにかく怖い噂が絶えない場所なの。ちなみに一番有名な噂は、ホテルの前を歩いていると3階の窓から霊が手招きしてくるって話なんだけど、今日はなんと実際にその部屋まで行ってみようと思います。果たして本当に幽霊はいるのか、調査してみんなにお届けするからね、お見逃しなく。あ、ちなみにこの動画は全てやらせなしの一発勝負。何かが起きても起きなくても怒らないでね。それじゃあ早速この廃墟を探索していきたいと思います。途中で怖くなってナナを一人にしたら呪っちゃうぞ、なんて。さあ、ここから廃墟の中に入っていこうと思います。やっぱり外から見た時より真っ暗で怖いね。
とりあえず噂の真相を確かめるべく、早速だけど3階を目指したいと思います。雰囲気ある場所だね。あ、あずさちゃん、そうだね。あれ、ミオもしかして。違うよ、びっくりしちゃっただけだよ。そう？ちょっと、二人とも喋ってないでこっちに集中してよ。気を抜いてたらカメラ回すの遅れちゃうわよ。ごめん、ナナちゃん。アズサも、なんか今日いつもより表情固くない？そんなことないと思うけど。硬いわよ。もしかして怖いとか？それはないわ。ずいぶん冷めてるわね。逆になんだか怪しい。ないってば。釣れないな。なんてね、強い賢い美人のあずさに怖いものなんてなさそうだもんね。けどただでさえ顔に出づらいタイプなんだから、ちゃんとリアクションしてよね。後であずさも映るんだから。わかった、気をつける。よし、じゃあ二人とも改めてしっかり撮影お願いね。今回こそ動画バズらせて登録者数ズバッと稼ぐわよ。なんだか今日は特に張り切ってるね、ナナちゃん。そうだね、あれは何かあったかな。よく気づいたわね。そう、昨夜から私は冴えているの。う、聞こえてた。私気づいちゃったのよ。こんな都心に近いわけでもない、情報も遅いど田舎の人間は何をしたところで所詮中堅止まりってことに。撮影スポットや名所もなく、最寄りのショッピングセンターは車で1時間。これじゃあトレンドを生み出すストリーマーになんていつまで経っても慣れっこないわ。そんな。いや、動画はアイデア次第でしょう。そうよ、アイデアよ。だからピンとひらめいたの。このど田舎を逆手に取った誰も知らないスポットを紹介すればバズるんじゃないかなって。それでこの廃墟探索なのね。その通り。探索系と廃墟系はやっぱ一定層の需要があるしね。しかも女の子だけでやっている配信者は意外と少ない。どう？需要あると思わない？なるほどね。突然こんな場所で撮影するから来いって言われてびっくりしたけど。あずさちゃん、連絡来た時すごい渋い顔してたもんね。とにかく爆発的に登録者数を伸ばすためにもきっかけとなる動画が1本欲しいの。この廃墟探索を絶対それにしてやるんだから。そして目指せチャンネル登録者数100万人。まだ1万ちょっとしかいないのに。うるさいわね。夢は大きい方がいいの。一回バズればあとは右肩上がりで伸びるんだから。でも、もし今日何も起きなかったら？大丈夫よ。こんだけ廃墟感醸し出してる場所だよ。幽霊の一匹や二匹絶対いるわ。ほら、こうして今にもあずさの後ろに。突然何よ。
もう何なの、あずさノリ悪い。あ、まさかすでに幽霊が乗り移って。なあなあ、な、何を。やるなら真面目にやりなさい。わかったわよ。まあ、ミオとアズサはビシッと廃墟を探索してる感のある絵を収めてくれればいいだけだから。ついでにちょっとビビってる私たちの姿なんかもあれば廃墟探索の素材としては完璧よ。ちゃんと映るかな。今日はいつものカメラじゃなくてスマホ撮影だし。突然の呼び出しだったしね。大丈夫だって。それにいつものカメラ予算不足でまだライトついてないし。しかも、もしも本当に幽霊がいて襲われたら、撮影してる私とあずさちゃん逃げられないんじゃ。それは大丈夫よ。危なくなったらあずさがお得意の格闘技で倒してくれるわ。いや、動画を見るのが好きなだけで得意ってわけじゃ。だいたい幽霊に格闘技なんて通用すると思う？格闘技って気持ちが大事なんじゃないの？幽霊と戦うことは想定してないと思う。じゃあお経を唱えるとか。唱えられるの？もちろん無理よ。アルサちゃんは？さすがに覚えていないわ。とにかく幽霊とかそんなの出てから考えればいいのよ。早く奥に進みましょう。どれだか稼がなきゃ。そうだね。ロケ場は3階からだっけ。とりあえず階段を探そうか。階段があるとしたらあっちの方かな。ホテルだからエレベーターとか。でそうか、電気通ってないや。まあ階段で上がってった方が動画の尺も稼げてちょうどいいでしょ。あずさ、私階段でこける演技するから下から撮影してくれない？そんな素材使える？見えちゃわない？そこは見えないようにギリギリを狙ってよ。まあ少しはサービスシーン作らなきゃね。ドジッコナナちゃんアピールだよ。本当に動画への熱意だけは本物ね、ナナは。だけって何よ。でも当然よ。それでこそストリーマーってもんでしょ。二人とも仲いいな。ん？今あっちで何か光ったような。あれはショーケース？何か飾ってるのかな。ここからだと中がよく見えないけど、人形かな。にしては結構大きいような。ねえ、ナナちゃん、アズサちゃん、こっちに何か。二人とも行っちゃった。どうしよう。ちょっとだけ見に行こうかな。すぐに戻ってくればまだ追いつけるよね。それに素材は多い方がいいもんね。
んだろう、これ。不気味な人形。いや、着ぐるみ？ホテルのマスコットかな。あ、そういえばテーマパークがどうのって言ってたし、そこのマスコットキャラクターとか？豚なんだろうけど、汚れすぎてて元がどんなか全然わからないや。なんだかこの着ぐるみこっちを見てるような。早く二人のところに戻ろう。まだ近くにいてくれるといいんだけど。って、あれ？着ぐるみの足元、何か落ちてる。これは、このホテルのマップ？廃墟だし、出口がわからなくなると困るから、念のため撮影しておこうかな。二人とも、もういない。真っ暗で何も見えないし、声も聞こえないから、もう上に行っちゃったのかな。さすがにこの暗い中で一人取り残されると、怖い。こうなるくらいなら、ナナちゃんが企画を持ってきた時に断っておけばよかったかな。とにかく今は二人を追いかけよう。確か最初のロケ場所は3階だったはず。どうして電話が？留守番電話サービスに接続します。メッセージをお預かりしました。
ずさちゃんだ。私がいないことに気づいてかけてきてくれたのかな。もしもし、あずさちゃん。ミオ、よかった、つながった。ミオ、今どこ？1階の廊下だよ。ごめんね、2人から勝手に離れちゃって。今2階に向かってるところだよ。そうなの？よかった。ん？あ、そうだ、1階で気になるものを見つけたんだ。なんだか不気味な着ぐるみでね。ちょっとミオ、やめてよ。どうしたの、あずさちゃん、さっきから変だよ。あの動けなくなっちゃったの。怪我しちゃった？そうじゃなくて、あの足がすくんで。もしかして本当に幽霊が？違うの、そうじゃなくて、ナナがどんどん進んでいくから、その置いてかれちゃって。あずさちゃん、怖がりだったんだ。電話は？ナナちゃんにかけた？かけたんだけど出なくて。あずさちゃん、ごめん、なんでもない、ちょっと虫がいただけ。そっか、あずさちゃん2階のどのあたり？わからないけど、多分まだ廊下だと思う。わかった、とりあえず向かうから、あずさちゃんは動かないでそこでじっと。何？明かりが。あずさちゃん、ねえ、ミオって今誰かと一緒にいるの？ううん、私一人。じゃあ今一瞬明かりがついた時に後ろにいたのは誰？ちょっとあずさちゃん、やめてよ、怖がらせないでよ。ほら、誰もいないって。でも今確かに。やっぱり何かいるって。落ち着いて、あずさちゃん。何だったの今の。着ぐるみだよね、
刃物も、どうして？とにかく早くあずさちゃんと合流しないと。この部屋を出てもさっきの着ぐるみがいませんように。あれ、開かない。鍵がかかってる。そんな、嘘でしょ。さっき私このドアから入ってきたのに。他に出口はないよね。ドアなんて一部屋に何個もあるわけないし。鍵は、何これ、緑色のカバーがついてて開けられない。何かこれを外せるものがあれば。留守番電話サービスに接続します。メッセージをお預かりしました。開けられそう。
さっきの着ぐるみはもういないよ。よかった、これなら2階のどこかにいるはずのあずさちゃんを探すことができそう。でもあずさちゃんどこに行ったのかな。見たところ部屋がいくつもあるみたいだし、電話で確認するしかないか。ミオ、本当にミオ大丈夫なの？無事なの？あずさちゃん、うん、なんとか逃げ切れたみたい。あずさちゃんは大丈夫？大丈夫じゃないよ、何なのよさっきのもう無理だよこんなところあの化け物はどこ行ったの？わからない。それってまだどこかをうろついてるかもしれないってこと？ナナちゃんとはあれからも連絡は取れない？出ない、何度も電話してるんだよ。そっか、とりあえずこのまま3人バラバラなのは良くないよね。私たちだけでも早く合流しよう。うん、私今2階にいるんだけど、あずさちゃん今どこにいる？わかんない、さっきは廊下っぽいところにいたんだけど、ミオの後ろに何か映った時怖くなって近くの部屋に入っちゃった。近くの部屋ってことは3階に上がったりはしてないよね？うん、よかった。今着ぐるみはいないみたいだし、ちょっとだけ扉開けてみてくれないかな？お願い、あずさちゃん、目印が欲しいの。少しドアを開けてくれるだけでいいから。わかった、でもすぐに見つけてね。うん、任せて。あれ、あずさちゃん、嘘でしょ、なんでよ。あずさちゃん落ち着いて、どうしたの？開かないの、なんで？入ってきたドアが押しても引いても開かないのよ。これ閉じ込められてる。私こんなとこで、いや、そんなの嫌。大丈夫だから落ち着いて、あずさちゃん。なのに連絡つかないのも、もしかして。あずさちゃん、ごめん。ううん、こっちこそ大声出してごめんなさい。そうだ、ドアに鍵はついてない？鍵？うん、鍵なんてかかってない。ノブは回るんだけど、押しても引いてもびくともしないの。そっか、入り口を何かに塞がれているのかな。ということはそれが逆に目印になるかも。あ、そういえばあの時どうかした？私さっき電話してた時、階段の方から誰か来ないかなって見える位置で待ってたんだ。驚いてそのまま壁際すぐの部屋に入ったから、角部屋、ここ2階の角部屋だと思う。あ、分かった、すぐに行くから絶対そこで動かないで待っててね。
ぱり。どうしたのミオ。多分この部屋だと思うんだけど、ドアが瓦礫で埋まっちゃってて外からも開けられなくなってる。そんな、どうして。入るときはそんなのなかったわよ。廃墟だから、あずさちゃんが部屋に入った拍子にどこかが崩れたのかもしれない。そんな音聞こえなかったのに。これどうにかできないかな。少しずつ崩したりとか。あ、危ないからやめなよ。ミオ、大丈夫。びっくりした。やっぱり危ないって。ミオが怪我したら元も子もないから。他の方法を考えないとダメかな。あずさちゃん、そっちに何かないかな。部屋から抜け出せそうな場所とか。あ、窓は？窓を伝って隣の部屋に行けば。この部屋窓はないみたい。それにさっきちょっとだけ覗いたんだけど、部屋の中が壁一面鏡張りで、奥に行くのが怖い。もうダメだよ。きっとこのままここで死なんだ。大丈夫だって。とにかく隣の部屋から入れないか試してみるね。廃墟だし、隣の部屋に入れさえすれば。もしかしたら脆くなってて崩せる壁があるかもしれない。